ねえ、聞いてよ。おい、アリサ。ねえってば。返事遅れてごめん。今バイト終わった。なんかあったの？もう遅いよ。待ってたんだから。ごめんごめん。どうしたの？それがさ、今日放課後アリサすぐ帰っちゃったじゃん。バイトあるからって。うん、そうだね。で、その後美咲とナナと話してたんだけど、二人とも用事あるから帰るって言い始めて。それで？用事って何？って聞いたんだよね。うん。そしたら二人とも、彼氏と約束あるからって言ったの。ひどすぎない？アリサもそう思うでしょ？え？何がひどいの？え？普通に考えてひどくない？彼氏と約束あるからって先に帰るんだよ。え、いや、普通じゃないの？もともと約束あったんだから仕方なくない？いやいや、普通友達と話してるのに彼氏と約束あるからって先帰る？さすがに神経疑ったんだけど。でもさ、美咲も奈々も付き合ったばっかでしょ？最初とか特に一緒にいたい時期だろうし仕方ないと思うんだけど。それ本気で言ってんの？私だったら彼氏がいたとしても絶対に友達優先するけどね。カンナはそうかもしれないけどさ、そういうのって人それぞれじゃん。だから仕方ないと思うよ。だってアリサだってさ、前からずっと彼氏いるけどバイト行ったり私たちと遊んだりしてたじゃん。いや、それはさ、私も彼氏もそんな会わないと無理ってタイプじゃないから、そんな頻繁に会わなくても大丈夫だったってだけで、どのカップルにも当てはまるわけじゃないからね。でもさ、最初に私と話してたんだよ。私がこの後どっか遊び行こうって誘ったのに、彼氏優先されて断られたんだけど。だからそれはさ、彼氏優先したとかそういうことじゃなくて、そもそも彼氏との約束が先だったんだから、そうするのが普通じゃない？アリサおかしいよ。普通だったら友達と先に話してたら彼氏より友達優先するでしょ？いや、だからさっきから言ってるけど、それって人それぞれだと思うよ。別に彼氏を優先したわけじゃなくて、もともとカンナと先に約束してたら彼氏よりもカンナと遊んでたと思うし。いや待って、私たち4人ってもう仲良くなって時間経つじゃん。2人とも彼氏できたの最近でしょ？なのになんで関係の浅い彼氏を優先するわけ？ほんと意味がわかんない。だからそうじゃないって。カンナだってあらかじめ自分の用事があったら、私たちよりもそっち優先するでしょ？美咲とナナも同じでしょ？彼氏だよ。普通関係の深い方を優先するでしょ。マジでありえない。さすがにそれは自己中すぎるよ。そんな毎日じゃないんだし。約束ドタキャンされたわけでもないんだから、そんなに怒ることなくない？ふぅ、アリサは分かってないな。そもそも最近嫌だったんだよね。美咲もナナも彼氏の話しかしないし、アリサもそう思わなかった？いや、私は特に。さっきも言ったけど、二人とも付き合ったばっかりだし、彼氏のことばっかになっちゃうのは仕方ないことじゃない？アリサまでそんなこと言うの？どう考えたっておかしいじゃん。今まで私たち4人で仲良かったのに、いきなりできたばっかの彼氏優先とかさ、本当に意味わかんない。もう考えても仕方ないって。2人とも彼氏できて楽しそうなんだから、今は応援してあげようよ。友達だったら応援するのも必要だと思うよ。アリサって本当に鈍いんだね。どう考えたって彼氏自慢でしょ。彼氏自慢？なんでそうなるの？彼氏と予定があるからって帰ったら彼氏自慢になるの？え？だってさ、友達と仲良く話してんのに、彼氏と約束あるからって完全に自慢でしょ。そんなことないと思うけど。そんなこと言ったら私も彼氏いるし、彼氏と約束あるって言ったら彼氏優先ってことになっちゃうの？いや、アリサは違うじゃん。彼氏とそんなに頻繁に遊んでないし、ほとんどバイトじゃん。バイトならオッケーなんだ。
さすがに理不尽すぎだと思うけど。え、だからさ、もうあんまり関わりたくないんだよね。彼氏自慢の人たちはあんま仲良くできない。奇遇だね。私もあんまり仲良くできないなって思った。でしょ？やっぱりアリサは分かってくれると思ってた。さすがすぎ。いや、そうじゃなくて。え？自分の都合が悪いと友達の悪口言うような人と仲良くできないと思ったから。え、私のこと？なんで？意味わかんない。自分のことしか考えてない人とは仲良くできないんで。それからというものカンナは美咲やナナの悪口を言うこともなくなり、4人でいる時もおとなしくなりました。自分の今までの行動や発言を反省したようで、彼氏との約束に対しても文句を言うことがなくなりました。今後どうなるか分かりませんが、この件がきっかけでカンナが考えを改めてくれたらいいなと思います。まだまだ。お疲れ。ゆうへいお疲れ。どうした？お前今回のテストどうだった？まあ普通かな。普通ってなんだよ。顔もなく不可もなく。悪いけど今回は俺の方がいいからな。つうかゆうへい何なの？テストの時しか LINE しないよな。唯一この大学で同じ高校出身は匠だけなんだよ。正直負けたくねえ。これ成績普通だよ。ライバル視されるほどでもないし。なんていうかさ、大学の進学の時ノリで別に友達じゃない匠と LINE 交換したけど。友達じゃないって随分はっきり言うな。俺の周りの女は匠がかっこいいとか言うんだよ。俺の何を見てかっこいいとか言うんだろうな。女ってわかんねえな。そういう言い方がいちいち鼻につくんだよ。高校の時からお前には負けたくなかった。高校から？おなくらだったけど接点ないじゃん。付き合ってた女にお前が好きだって言われて振られたんだよ。マジ？俺知らないし。俺の元カノ知らないの？匠振っただろ。そもそも告られてないよ。なんだよそれ。そういう曖昧な感じのところも腹立つ。いやマジでわかんないって。告られたことないし。いや、元カノが告ったはずだ。マジで悪いけど思い当たる節ない。ほんと最低なやつだな。ますます嫌いになったよ。なら連絡取らなくてもよくね。俺はお前の様子知りたいんだよ。でもこれじゃお互い気分悪いだけだよ。気分悪いってなんで上から目線？そんなつもりないよ。自分がモテるからっていい気になってんの？モテないから。俺今の彼女が初カノだし。はいはい、嘘つき野郎が。何言ってもつっかかってくるんだな。彼女持ちってだけで俺のことバカにしてんのわかるから。は？なんか気分悪い。わざと気分悪くさせてんのわかんないの？マジこういう LINE ならいらないし、別に友達じゃないなら LINE やめようぜ。やめる必要なくね？いや、お互いのためにその方がいい。逃げんのかよ。まあ俺は一応 LINE は残しておくよ。必要ないだろ。突然連絡が必要になるかもしれないし、お互い残しておこうぜ。いやないだろ。まあ俺からは連絡しないと思うけど、好きにしたら。わかったよ。じゃあな。匠今いいか？急になんだよ。連絡取らないってことだったろ。今回は別だよ。お前まだはるかちゃんと付き合ってんの？まあな。そうか。悪いけど別れてくれない？なんで？俺一週間前からはるかちゃんと付き合ってんの。は？一週間前？俺から遊び誘ったら来てくれて付き合いたいって言われたんだ。はるかから？そうだよ。それって完全に浮気だよな。匠が冷たいって。
私のこと嫌いになったかもって泣いてた。俺そんな姿に惚れたよ。腹立つけど俺が悪いんだな。だから俺がもらうからいいだろ。はるかは物じゃないし、はるかが雄平と付き合いたいならそれでいいよ。別れるってことか？別れるよ。ずいぶんあっさりだな。本当に好きだったのか？好きだったよ。でもはるかが雄平を好きになったなら仕方ないよ。じゃあもうはるかちゃんに連絡するなよ。今は俺のこと大好きらしいからな。わかったよ。モテる匠でも振られるんだな。まあ実際ミスコン優勝のはるかが匠と付き合うなんてありえなかったんだよ。忙しいんだ、もういいか？いいよ。ライバルから女奪うって気分いいもんだな。はるかちゃんの電話とか LINE も消せよ。別れ話したら連絡取らないから。絶対だからな。わかったよ。電話出ろよ。何？連絡取らないはずだろ。今はいいんだよ。つうかお前あの女なんだよ。あの女？はるかのことだよ。はるかがどうかした？あいつ最悪な女じゃないか。俺以外にも男がいるんだよ。浮気か？浮気どころの話じゃねえよ。バイトで会えないって言ってるのに寂しいからって他の男に会うんだぞ。そうか。しかも欲しいもの買ってくれって、学生じゃ買えないものばかりだよ。俺の時にも言ってたな。言ってたのか？買ってやりたかったけど、まあ学生じゃ無理だよな。ほとんどブランド品ばっかだし、物欲のために他の男探してる。俺も付き合って3ヶ月くらいだったけど、浮気されてたし、本人は浮気とは思ってないみたいだったけど。はぁ？あれ欲しいこれ欲しいって言われたしな。合コンも行き放題だった。匠そんなこと言ってなかっただろ。浮気されて合コン三昧の彼女がいるって普通言いふらすことじゃないだろ。俺のこと騙してたの？騙す？なんで俺が？はるかの本性たまってただろ。たまってるも何も、雄平とはるかが勝手に浮気したんだろ。俺は関係ないよ。あんな女って知ってたら付き合わなかった。嫉妬深いし、クラスのこと話すのも禁止なんだよ。そんなこと言われてもな。俺は匠から奪うのが目的で。だったら成功したんじゃないの？実際奪われてるし。こんなはずじゃなかった。俺には負けたくねえって言ってただろ。テストも俺よりいいし、はるかは実際雄平と付き合ってるし。はるかがあんな女って知ってたら俺は付き合わなかった。付き合ってみないとわからないこともあるよ。だけど別れたいって言うと絶対別れないって言うんだよ。俺も実際それで困ってた。え？俺もはるかの本性を知って別れたかったんだよ。別れたかった？うん。だけど私は絶対別れないの一点張りで。マジで？マジだよ。匠と別れたら生きていけないとか言われてさ。自分は浮気してるくせに俺にも同じこと言ってる。毎日別れたくて仕方なかったから、雄平付き合ってくれて正直助かったよ。はあ？生きていけないとか言われると怖いよな。マジで怖えよ。でも別れる時も雄平くんが好きだから、あんたなんかいらないって言われたぜ。ゆうへいのこと大好きなんだな。いやいや怖えよ。たくみまさか、だからあっさり別れたのかよ。そうだな、あれは怖すぎだったからな。ま、俺に女見る目がなかったんだよな。おいおい、どうしてくれんだよ。でもゆうへいは付き合いたかったんだろ。よかったじゃん。もう別れたいんだよ。たくみに返すよ。いやいや、はるかは物じゃないんだから大事にしてやれよ。匠、本当に最低なやつだな。どっちがだよ。お幸せに。悪いけど俺ブロックするな。めんどくさいことはもう嫌なので、雄平の LINE はブロックした。
この話はあの LINE 以外で話すことはなかったし、マンモス校のせいか学内で夕変に会うこともなかった。その後あの二人がどうなったかは知らないけど、風の便りでまだ別れられずにいるって話を聞いた。そのまま結婚ってことになるかもしれないな。まあ俺には関係ないけどね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。